こんにちは、うです。それでは今日も元気よくお金の勉強をしていきましょう。今日のテーマはこれですね。ずるい実はみんな経済的自由。伝説の経済学者たち。アダム・スミス、リカード、マルクス、ケインズ。こういうテーマで話をしていきたいと思います。皆さんに質問です。こんなことを考えたことはないですか経済学者さんってお金持ちなのかなこうです。経済学者って言えば、超頭がいい知的エリートで、人類の経済を発展させるための研究や書籍をバンバン公表して、 政治家や官僚に経済政策のアドバイスなんかもしちゃう。そんな存在です。経済、いわばお金のプロフェッショナルなわけですが、実のところ彼らはお金持ちなんでしょうか。ということでこの動画では、実はみんな経済的自由、伝説の経済学者たちと題して、超有名経済学者たちの懐事情について解説します。この動画、いわば雑談会ですが、学びもあります。この動画を見てもらえれば、ますます経済的自由になりたいって思いが強くなるでしょう。 もしかしたら、やっぱり実家の経済状況と遺伝が全てかよって思われてしまうかもしれませんけどね。まあ何を感じ、同人生に活かすかは皆さん次第、ぜひ最後まで見ていってください。まずは知るのが大事ですからね。それでは本題に入りましょう。実はみんな経済的自由、伝説の経済学者たち、この4人について紹介します。アダム・スミス、リカード、マルクス、ケインズ、歴史上で最も影響を与えた人物ベスト100なんかにもいつも登場する常連さんですね。それでは順番に見ていきましょう。 まず一人目はアダム・スミスですね。1723年から1790年の人です。この動画の偉大なる経済学者リレー、第一奏者はアダム・スミスです。経済学の父って呼ばれるイギリスの経済学者ですね。現代の資本主義もアダム・スミスの影響を大きく受けています。僕たちが今生きている日本も同じですね。 アダム・スミスの国富論において自由な市場経済ではみんながそれぞれに自分の利益を追求すると結局神の見えざる手によって世の中全体がいい感じになりますってことを書き記したのは非常に有名ですね。神の見えざる手。皆さんの中にも聞いたことがある人がいるんじゃないでしょうか。市場に任せて自由にやらしとけば勝手にいい感じになるよってことですね。アダム・スミスは1723年にスコットランドで生まれました。 スミスっていう姓はよく聞く名前です。なんだか庶民的な響きがしますよね。ですが、スミスの両親は共にスコットランドの上流階級の出身でした。ちょっとした地主層に属していたって言われています。スミスの父は亡くなる直前には年収300ポンド。一般的な労働者の10倍近い稼ぎがあったそうです。とはいえ、スミスが生まれた時にすでに父親は亡くなっており、 一生遊んで暮らせるほどのお金はなく、奨学金を使いながら大学に通学。そして23歳で大学を卒業した時には、職はなく、失業状態になりました。決して、好き放題経済学の研究ができるっていう環境ではなかったわけです。転機となったのは、道徳感情論っていう書籍の出版です。スミスが書いたこの書籍が、一人の大物政治家、金持ちの目に留まりました。彼の名は、チャールズ・タウンゼント。彼はスミスの書籍を見てこう思いました。 こいつ天才やんわしの義理の息子の家庭教師にしたいこう思ったんですね。タウンゼント氏は、スミスが絶対にこの家庭教以来を断れないように、破格の報酬を提示しました。家庭教師として年500ポンドを支給。そして家庭教師を辞めた後も年300ポンドの障害年金を支給ってことですから、スミスがこれを断る理由はありませんね。その後何やかんやあって家庭教師の務めが終わったスミス。ここで今でいうファイヤー、経済的自由と早期リタイヤを達成します。 一般的な労働者の10倍近い年金が入ってくるわけですからね。年300ポンドの障害年金があれば好きなだけ研究に没頭できます。そして小さな田舎町に戻り、母といとこと暮らしながらあの有名な国府論を執筆したってわけです。この時スミスはツイッターでこんなつぶやきをしています。私の暇つぶしはたった一人で長い時間をかけて海岸を散歩することです。私はとても幸せで心地よく満足感に浸っています。 こんなに幸せだったことはおそらくこれまでの生涯でただの一度もなかったように思います。現代でもファイヤーした人のツイートってこんな感じな気がします。まあ先ほどの内容はもちろんツイッターへの投稿ではありませんよ皆さん。さらっと流してたかもしれませんけど、この時代ツイッターないですからね。彼が友人に送った手紙の引用です。ですがもし当時ツイッターが存在していればスミスは本当にこの文章を投稿していたかもしれません。スミスは14歳で大学に入るような秀才でした。 ただ、もっとも、当時はそれほど珍しいことではなかったようですね。しかし、いくら頭が良かったとはいえ、経済的自由を獲得することがなければ、歴史に残る名著を書き残すことはできなかったかもしれません。奨学金を使って大学に通う。アルバイト等で食いつなぎながら学問を続ける。なんとか一冊の書籍を出版する。それを通じて人生を変える出会いがあり、超割のいい家庭教師の仕事を獲得する。そして、経済的自由を達成して研究に身を捧げる。その際、人生で一番ハッピーツイートをする。 そして名著、国風論が完成です。これらは今からおよそ300年前、1700年代の出来事です。しかし、今を生きる私たちにも共感できるストーリーですね。二人目がリカードです。1772年から1823年の人ですね。スミスが亡くなってからおよそ10年後、1799年、イングランドの保養地バースの貸本屋で、スミスが書いた国風論を手に取り、パラパラと読んでる男がいました。この書籍が、後に彼の人生に大きな影響を与えることになります。 バトンリレーの第二走者、この男の名はデビッド・リカードです。リカードは自由貿易を擁護する理論を唱えたイギリスの経済学者です。リカードはどんな国も自分が得意なことだけやっとけばええねん。自分の完全上位互換の国がいたって気にすることあらへんで。とにかく自分が得意なことに集中すれば国際貿易ではみんなうまくいくんやってことを数学的に証明して歴史にその名を残しています。 リカードは17人兄弟の3番目としてロンドンで生まれました。父親はポルトガル系ユダヤ人、お金に強いユダヤ人のイメージそのまんまで、株の取引で生計を立てていたようです。彼は14歳の時点で父の会社に入り、株や債権の取引を学びました。お金の英才教育を受けていたわけですね。そして転機となったのは21歳の時、プリシラと結婚するものの、両親はこの結婚を認めませんでした。そしてリカードを感動してしまいます。 ただ、こういう時、お金に強い人はやっぱり有利ですね。リカードは友人から借金をして自分の事務所を開きます。事業内容は証券取引の仲介。要は、父親と同じジャンルの業種で独立、起業したわけです。そして、事業は大成功。ほどなくして、なんと父親を追い越してしまいました。さらに、リカードの経済的成功はそれだけにとどまりません。彼には、優れた事業家っていう面の他に、凄腕の投機家っていう側面がありました。 つまり、ぶっ飛んだギャンブラーでもあったんですね。彼はナポレオン戦争においてイギリスの勝利を見込んで投機的取引を行います。人生をかけた勝負に出たわけです。そして彼はその大爆地に勝ちました。もう目が眩むほどの莫大な財産を築いた彼は43歳で引退を決意します。スミス同様、リカードも現代でいうファイヤーを達成したってことです。しかも彼の場合はいわゆるファットファイヤー、金に余裕ありまくりの太ったファイヤーです。 なので引退後は貴族のような生活を送っていたって言われています。ちなみにリカードが亡くなった時、彼はイギリスで最も裕福な500人の男の一人になっていました。そして彼が暮らしていた豪華な屋敷は現在、故エリザベス2世の娘、アン王女が所有しているとのことです。どれだけの金持ちだったのかよくわかりますね。晩年リカードは経済学の研究に人生を捧げることになります。この時、好き放題研究に打ち込むことができたのはお金があったからでしょう。 彼は研究を進めるにあたってやがて大きな難問にぶち当たります。それは富は一体どうやって生み出されるのかっていう問題です。この時彼はアダム・スミスが国富論に記した考え方をそのまま継承しました。すなわち富は労働によってのみ生まれるっていう考え方を採用したんです。土地を貸すことで受け取れる地代とかお金を貸すことで受け取れる利息とかそういうのは何にも新たな価値を生み出してないよ。労働者の労働こそ価値の源泉だよ。 こういう考え方を採用したってことです。皆さんが今も使っている階級とか資本家って言葉は、実はリカードの著書に初めて登場した言葉なんだそうです。イングランドでトップ500に入るほどの大金持ちになったリカード。彼はまるで自らを否定するかのごとく、富を生み出しているのは土地や金融資本ではなく、労働者の労働だっていう説を唱えました。そしてこの考え方はマルクスへと引き継がれていくことになります。3人目がマルクスです。 1818 18年から1883年の人ですね。カール・マルクスはドイツの哲学者、経済学者です。まあ、哲学者と経済学者の両方の面を持っているんですね。彼がこの動画のバトンリレーの第三奏者です。聞いたことある人も多いんじゃないでしょうか。マルクスといえば、生産手段を管理する資本家階級、ブルジョアジー。それから賃金と引き換えに労働力を売る労働者階級、プロレタリアート。この2社の階級対立を描いた人物として有名ですね。 当時のリバプールでは上位層の平均寿命が35歳。一方で、労働者、日雇い、使用人の平均寿命は15歳に過ぎなかったそうです。ブルジョアの寿命は、なんとプロレタリアの2倍以上あったんですね。先ほどお伝えしたようにマルクスは、富は労働者が生み出しているものっていうスミスやリカードの価値観を引き継いでいます。それなのになぜ労働者階級はそれほどの貧困にあえいでいるのか。それは資本家が搾取をしているからに他なりません。だから彼はこう呼びかけたわけですね。 全世界の労働者たちを団結せよこうですね。こうしたマルクスの考えは、社会主義、共産主義運動に強い影響を与えていくことになります。社会主義や共産主義っていうのは、まあ平たく言えば、みんなで人しか働いて、みんなで財産を分け合おう。こういう考え方ですね。もっとざっくり言うと、パラダイスみてえな国を作りてえっていう、こういうことですね。これ何のネタかわからない方、POP 予速報さんっていう方がいらっしゃいますから、面白いんでね、見てみてください。 まあ、とにもかくにもこんな主張をしているぐらいなのだから、さぞマルクスは貧しい家庭で育ったのかって思いきや、実は全くそんなことありません。マルクスの父は弁護士で、上流階層だけが加入できる社交クラブのメンバー。年収は町で上位5%に入る水準だったそうです。そして母は金持ち一族の出身。自らも貴族の娘と結婚っていう感じで、相対的に見れば十分に裕福な暮らしをしていました。 ただ、唯一の問題は、マルクスの金銭感覚が崩壊していたってことです。例えば、彼は大学生時代、親からの仕送りを受けて生活していました。ですが、全く家計簿をつけておらず、適当にお金を使って、亡くなったらまた親に請求するってことを繰り返していたそうです。同じようなことをしている方、この動画を見ている方にはいらっしゃいませんよね。だから、父親から、こんな感じの手紙を何枚も受け取っています。愛するカールよ。もっとちゃんと家計簿をつけてくれ。愛するカール。 今度こそは収支をきっちり報告してくれ。愛するカール以下繰り返し、みたいだね。それでもマルクスの浪費癖が治ることはありませんでした。一番裕福な学生が使うお金の約1.5倍のお金を使っていたっていう話もあります。そして父の死後、母はマルクスへの仕送りを一気に減らしました。ある種母親の愛の無知ですね。さて、これを受けてマルクスはどうしたか。当然生活態度を改めました。 なんてことは全くなく、贅沢生活を維持するために、至るところで借金をして回ったんですね。すごいですね。七夜の常連だった、なんて話もあります。で、見かねた母は、しょうがなく、追加の仕送りをしたそうです。こんな方、いらっしゃいませんよね。うちの兄が近いところあります。こんな感じで、実家が太かったこともあり、学問に没頭することはできたようですが、こうした生活は、大学を卒業して、社会に出てからも続きます。マルクスには、エンゲルスっていう親友がいました。 彼はこの親友から生活費の援助を受けていたんですね。マルクスは資本論の執筆期間中にエンゲルスから現在の価値で約3500万円ものお金を受け取ったって言われています。自分がやるべき仕事をエンゲルスにやってもらっていたこともあるようです。もうとんでもない野郎ですね。その他、寄付金やかなりの額の遺産なども生活の支えになっていました。要するに、自分の稼ぎだけで成り立つような暮らしはしていなかったんですね。 マルクス自身は社会主義者でしたが、3人の娘にはブルジョア的な教育を受けさせていたことも知られています。家庭教師をつけて語学を習わせたり、絵や歌、ピアノをやらせたり、また当時はとても珍しいことだったそうですけど、高校に通わせたりっていった感じです。娘が社会主義者の男性と結婚するって言った際には不満すら漏らしています。自身が社会主義を唱えているのに、社会主義者の男性と結婚すると不満を漏らすわけですからね。娘にはいい生活をさせたいって思っていたわけですね。 ま、何にしてもマルクスが卓越した頭脳や才能を持っていたことは間違いないでしょう。同じ時代を生きた多くの人が彼を天才と称しています。一方で、実家を筆頭に周囲からの金銭援助がなければ、相対的に見て裕福な暮らしを送ることはできなかったし、学問や研究に没頭し、資本論を書き上げることも不可能だったのではっていう感じがします。ある意味において、資本論は経済的自由のもとで書かれた本と言えるのかもしれません。 金遣いが荒く、いつもお金が足りない貧困生活を送っていたマルクス本人は、そんなことは未人も考えていなかったかもしれませんけどね。なお彼は晩年、昇進正明正の経済的自由を手に入れます。それは、親友のエンゲルスが年350ポンドの障害年金を約束してくれたからですね。大丈夫かエンゲルス親友だろって感じなんですけどね。どうもこういう経済的自由もあるようです。次行きましょう。4人目がケインズですね。1883年から1946年の人です。 マルクスがこの世を去ったのと同じ年、一人の男の子が産声を上げました。その名も、ジョン・メイナード・ケインズ。彼がこの動画の偉大なる経済学者リレーの最終奏者です。ケインズは今日紹介した経済学者の中でも、最も恵まれた家系に生まれたと言えるでしょう。ケインズの祖父は造園業で大成功、市長にも選ばれ、現在にして400万ポンド、約6.6億円の資産を残す。ケインズの父は、ケンブリッジ大学で数学や経済学を学んだ後、ケンブリッジ大学の事務局長にまで出世。 ケインズの母は政治家として大成功を収め、ケンブリッジ初の女性市長にっていう感じです。お金、才能という面において、彼の人生は極めて有利な位置からスタートしました。生まれた時点で上がりが確約されてると言っても差し支えないレベルですね。そんなエリートの家系に生まれたケインズですが、本人自身もザ・エリートでした。両親からゴリゴリの英才教育を施されたケインズは、私立の超名門中等教育機関に進学、貴族の指定に囲まれて勉学に励む。 ケンブリッジ大学に入学し、12番目の高成績で卒業。政府官僚になるための試験を受けて、2位の成績で合格っていう感じです。キラキラの経歴が眩しすぎて、サングラスを貫通するレベルですね。ケインズはお役所の仕事を経験した後、ケンブリッジ大学に戻ります。経済学の研究者になったんですね。ちなみに給料が少ない時期は、彼の父親が役所時代の給料と同じになるようにお金をあげていたそうです。 こうした形で生活に経済不安がなかったことが功を奏したのか、その後彼はどんどん有名な論文、書籍を出版し、存在感を高めていきます。そして国のトップ官僚たちに頼られる存在になっていくわけです。さて、名声を手に入れたケインズですが、彼はこう思っていました。やっぱりもっとお金が欲しいすいません、突然変なキャラ出てきましたけど。贅沢な暮らしが身についていた彼にとって、大学の研究者としての給料は物足りなかったようです。そこで彼がやり始めたのが、投機です。 スーパーエリートのケインズは自分は景気の推移を予測できると信じていました。自分は未来を見通す推奨玉を持っているって考えたわけです。そしてその投資手法は FX、外国為替取引、デリバティブ、コモディティの売買、綿花、小麦、ゴムなど、さらに個別株なども何でもありです。レバレッジもかけていました。皆さんもご承知の通り短期取引の実態はギャンブルです。ケインズも例外ではなかったようで、大金を稼ぐ、そして一気に大金を失う。 そしてもう一度大金を稼ぐ。だけどまたしても全て失う。これを繰り返していました。そして自分がミスった際、ケインズはこんな負け惜しみを言っています。人々が支払い能力を保ち続けるよりも長く、市場は不合理な動きを続けることができる。まあこれ要は、大衆がアホすぎるから、市場は私の思うように動かなかったって言ってるわけです。ケインズが株式投資は美人コンテストみたいなもんだ、なんて言ったのも有名な話ですね。 まあなんやかんややかありりつつもケインズはは最終的にききっちり株式投資で財産を築きますただ投資スタイルは短期投資から長期投資に変わったみたいですけどね。世界恐慌があった1929年以降、1945年までの間に彼の資産は23倍に増えたってことです。最終的に現在の価値にして30億円以上の財産を残しました。そしてボロ儲けをしていたこの期間中に、かの有名な雇用、利子及び貨幣の一般理論が出版されることになります。 歴史にもしもはないですが、もしケインズの実家が太くなかったら、つまり経済的余裕がなかったら、もしケインズが投資、投機で大金を稼いでいなかったら、この世にケインズ経済学は生まれていなかったかもしれませんね。まとめいきましょう。最後に今日の動画のまとめです。今日の動画では、実はみんな経済的自由、伝説の経済学者たちと題して、超有名経済学者たちの懐事情について解説しました。具体的にはこの4人についてです。1人目がアダムスミス。 超割のいい家庭教師の仕事で障害年金をゲット。経済的自由を達成後、国富論を執筆。二人目がリカード。14歳で父の会社に入り、証券取引を学ぶ。後に独立。事業、投機で大成功して、イギリスでトップ500に入るほどのお金持ちに。晩年、経済学の研究に身を捧げる。三人目がマルクス。親からの仕送り、友人からの援助などで暮らしを維持。哲学、経済学の研究に没頭し、資本論を執筆。 晩年は友人から障害年金を受け取り、経済的自由を達成、穏やかな老後を暮らす。なんか突っ込みどころありますけどね。4人目がケインズ、祖父が実業家、市長、父が超有名大学の事務局長、母が女性初の市長っていった、スーパー成り上がりエリート家系に生まれ、英才教育を受ける。株式などへの投資で財を成しつつ、雇用、利子及び貨幣の一般理論を執筆。皆さんそれぞれ波乱万丈の固有い人生を送っていますね。 なお、今日の動画は、ウルリケ・ヘルマンさんの、スミス・マルクス・ケインズ、蘇る危機の処方箋っていう本を参考にしています。これ面白い本なんですけど、なんせ難しいです。全員におすすめできる本ではないですが、読書や経済学が大好きって方は、読んでみると楽しめるかなと思います。さて、今日の動画の学びはどこにあったのかただのトリビア、雑学以上の価値はどこにあったのか それは歴史に名を残すレベルの知能を持つ人でさえ経済的自由がなければ研究成果をまとめることができなかった。やりたいことに没頭するためにお金、経済的自由を求めたっていう厳然たる事実です。まさに今も昔もお金こそが自由の土台なんですね。歴史上もしかしたら数多くの人が経済的自由がなかったためにその個性や才能を発揮できずに人生を終えてきたのかもしれません。 美術や文学や音楽、スポーツ、科学、あらゆるジャンルでです。日本の有名な小説家も実家が太い人が多いですが、つまりそういうことなんでしょう。もちろん僕は経済的自由になって名を残そうって言ってるわけではありません。シンプルに経済的自由とは可能性であるっていう話をしているだけです。逆に言えば経済的自由がなければ今日と同じ明日がひたすら続いていくだけになりかねないということです。 よりよく生きていくのではなく、ただ生きていくことしかできないかもしれないってことです。幸い昔とは違って今は、生まれっていうガチャだけで経済状況が決まるわけではありません。特に日本のような豊かな先進国で生まれた人は、正しい努力をすることで誰でも経済的自由になれるチャンスがあります。100年から300年前のお金持ちよりも、現代を生きる庶民の方が、住居や食事、衣服、移動、通信、医療、教育、娯楽、多くの側面で贅沢な暮らしをしています。 おとぎ話の王子様でも昔はアイスクリーム食べられなかったわけですからね。今はコンビニで誰でも買えます。まあ、とにかくどんな資産規模の経済的自由であれ、目指す価値は十分すぎるほどあると思います。以上、参考になれば嬉しいです。僕としては、一人でも多くの人に経済的自由を手にしてもらって、一人でも多くの人に可能性に溢れた豊かな人生を送ってほしい。そう願っています。皆さんの中から、後世につながる素晴らしい何かを生み出す人が生まれるでしょう。 ということで僕はこれからも YouTube では皆さんが再現性高く小金持ちになれる方法の情報発信を続けます。そして僕が運営しているリベシティではより高い確率で経済的自由を達成できるように稼げるチャンス、行動の場を提供し続けます。ちなみにリベシティではスキルマーケットやシティマップなど自分のスキルを販売したり自分のお店にお客さんを呼んだりする仕組みがたくさんあります。流通総額はすでに億を超えています。ぜひ皆さん活用してほしいと思います。 そして皆さん、今日が人生で一番若い日です。今日、今から知識と行動の掛け算で財産を作っていってください。ということで、これからもしっかり学んで行動して、ェネ n みたいに行きましょう。終わりたいと思います。今日もありがとうございました。やっぱりお金は大事。それでは今日もいい一日を気をつけていってらっしゃい。